昭和14年の暑い夏のことでした。水にある女学校に通っていました。この日は2学期の終業式。明日からは楽しい冬休みで、もうすぐお正月がやってきます。私たちの家は池上本門寺脇の階段を上り切ったところにありました。新商でコツコツ勤め上げ、やっと課長になったと思った矢先、ちょっとした風邪が元であっけなくこの世を去りました。5年前のことでした。父が亡くなった時、彦姉さんは進んでいた縁談を断ろうとしたそうです。でもそれは父が生前に決めていたお話だったので、やめることはできませんでした。お嫁に行き、4年後に戻ってきた彦姉さんは、今や元気に我が家の中心になっています。我が家は昔に時が戻ったようでした。昔といっても彦姉さんが結婚する前ですから、たかだか5年前ですが、私はなんだかとても懐かしく思いました。食卓に並んだお料理だって、サバの煮付けに里芋とごぼう、ネギの身をつけにおしんこ、どれも昔と同じものばかりでしたが、そんな何でもない食事が私にはとても大切で幸せなものに思えたのです。